はい、どうも皆さん、お疲れ様です。レインボーシックスエクストラクション、今回は第2回目ですね。続きの方をやっていきたいと思います。引き続きニューヨークシティの方の、マップで、今回リバティ島をやっていきたいなと思います。実を言うと、次のサンフランシスコにも行けるんですけど、せっかくだったら調査100%にしてから引きたいなと、思ってはいるんですけども、まずは、ニューヨークシティのこのね、リバティ島と警察署、順々にやっていきたいなと思います。で、今回使っていくオペレーターはですね、僕も CG の時から結構好きな、オペレーターの一人の、今回は、エラという、このね、オペレーターで行こうかなと。今回は、破壊、駆除、そして、捕獲、結構割りかし難易度的には楽な、ちょっと爆弾防衛がちょっと厄介かなっていうぐらいですかね。エリートターゲット倒すとかは結構比較的、いいし、エリートターゲットの捕獲。捕獲もなんとかなるんじゃねえかなと思うので、今回はエラでいきたいなと思います。姉さん見てる？こうやってやるのよ。さあ、いきたいと思いますけども、今回ちょっとね、エリート見つけなくちゃいけないんですけど、ドローンを使うよりかは、今回やっぱり僕はソロでいつもやってるので、アーマーつけてね、いきたいと思います。武器は、スコーピオン、レートが高い、サブマシンガンですね、にハンドガン持ってっていきたいなと思います。ちょっとね、一番苦戦するのが爆弾処理なので、爆弾防衛が結構難易度がね、高いかなと思いますね。結構量が多いのと、爆弾の前で突っ立ってなくちゃいけないんで、それだけは気をつけていきたいですね。敵はアーキスパイによって環境に適応し、公費を再生させている。奇妙な植生関係だ。スパインを見つけま出ずせ。は私のターゲットからよ。ハンドガンにしときましょうかね。お、弾がある。危ない。普通にグランといったな。オッケー。結構いるぞ。しかも気づきやがったな、あいつら。気づいたな。よし。量が多いね。といきなりあれだな。活性化させちゃったっていうのもあるけど。OK。爆弾処理する前に、ちょっといろいろ安全を確保しておきたいですね。目標は遠くないはず。偵察ツールがあるなら使って。あぶね。体力ブーストがあるから取っときましょう。結構きついぞこれ。まずアーキスパインの位置を特定しなくちゃいけないけど、安全も確保したいな。ネストが結構、初っ端から来てるから。アーキスパインの位置を確認しつつ。ガンがね、結構頼りになるので。あと弾ね、弾をね、結構序盤で集めておきたいので。 OK。 なかなか難しいですよこれは。で、爆薬を設置してアーキスパインを排除しろ。
アーキンどもの抵抗に備えておけよ。やだやだやだ、やべ、こいつ嫌いなんだよな、こいつこいつ嫌いなんだよ俺。リロード。いてててて、待って、どうして、えいって、いった、待ってね、バリケード設置して、窓にバリケードをセット、 OK、 じゃあ行きます。構えろ、行かれるアーキエンドが来る。ギズモット、アウト。ギズモットを投げる。オッケー。ちょっと全部使うのはあれだけど。あ、どっから来る？武器をリロードする。アーキエンが爆薬を攻撃してる。止めろ。結構来るね。リロードするタイミングに注意だよ。一応地雷も仕掛けてあるっちゃあるから大丈夫だとは思うけど。リロード。リロードする。あと7秒。爆発させた瞬間一気に回収しよう。あのワーキンを止めろ。爆薬にたどり着かせるな。オッケー。よーし。撤収。俺なら爆薬をもっと効果的に使うが、まあ結果は同じか。次のエリアに向かいましょう。いやいやいや、オッケーオッケー、弾も大丈夫だね。で体力もフル、オッケー、次行きましょう。危ねーびっくりー。それはダメだよ。努力が報われてきたわね。どんどん行きましょう。あれ倒さないとダメだ。インパクトグレネード。こいつは爆弾投げた方が早いな。よし。エアロックシーケンス。サムソンの移動が有効。オッケー。弾と体力、それもそれで大丈夫。さあ頑張っていきましょう。ここのアーキンはエリートと仲良くやってるようだが、こちらとしては不都合な話だな。おい、何体か倒してエリートを刺激してみろ。了解です。大丈夫か。物資も補給しつつエリートとの戦いになる。武器をリロードする。あんまり焼けすぎるのも怖えんだよな。あと脱出地点を気づかれたか。そこだ、あそこにいるぞ。思い切ったろうな。ネスト破壊しましょう。で、あー体力ベスト取んなくでもよかったっちゃよかったけど。ソーアを倒してエリートを呼び寄せる。ソーアっていうのは走ってくるちっちゃいやつですね。そいつを倒しましょう。ただこいつは背中が硬いから、なるべく一発で、
まれないように気をつけてください。まあ、脱出地点も確保しつつだね。なんか走ってる。トラップと地雷だらけだな、おい。うわ、地雷だらけだ。地雷はやべえ。弾は大丈夫。ここで。にエリートが現れるぞ。インパクトよ。痛いですね。エリートが何を企んでたかは知らんが、まあ、もう手遅れだ。危ねえ。おう。オッケー。ああ。体力が少ないね。まあ、いけるか。次のエリア捕獲なんで、捕獲はそんなにきつくないので。お？後ろになんかいるな。あれ何あれ？弾を取るのよ。弾か。弾欲しいな。リロードする。スコーピオン跳ねるんだよな。オッケー、弾。弾。やべ。わお。このサブゾーンはもういい。次のゾーンに行って。武器をリロードする。撤退しよう。悪くないわ。次のサブゾーンでもその調子でお願いね。はーい。弾回収してアビリティを OK だけど体力を工場と地球が合わさったような場所で気持ち悪いけど。よし、じゃあ次ですね。次捕獲なんで、捕獲は脱出しているゾーンに対してにエリートをおびき寄せて、あのトラップを仕掛ければ OK。 貴重なアーキエンがいる。まずは私がターゲットかどうか確認するから。はい、まず脱出地点の方にルートを確保しましょう。どちらにせよルートを確保しなくちゃいけないので、リロードする。オッケー、ネストを破壊しましょう。で、弾補充して、で、ここにおびき寄せれば OK ですね。オッケー。問題はどうやっておびき寄せるかなんですけどなんかいるね。なんかいっぱいいるよ、ここは。多分いっぱいいる。オッケー。
回復ないかな。まあドローンがあったらドローンがあると嬉しいんだけど、囲まれないように気をつけよう。ブリーチャーが来るとマジでやばいんで。なんか降りた音が聞こえた。2体だね。後ろから来る。ちょっと1回下がります。上からも来そうだ。あっ、どっか割った音が聞こえたぞ。上だな。上にいる。危なすぎで。いるな。横は？あ、また上じゃない？これ。上だ。どっかにネストあるね、これ。あー、なるわ、ネストが。いや、怖い、マジで怖い。戦いづらいな。間に合った。エリートどこだ。何も見えない。何も見えないよ。あ、なんかいる。よし。エリートどこだ。このアーキエンを回収地点でトラップにかけて殺しちゃダメよ。マッシャーだと初めて見るやつだ。動き遅いな。よし、早い。やべえ、何も見えねえ。トラップを起動して。よっしゃー、オッケー。あー、危なかった、怖かった。オッケー。生体標本を一体確保。脱出しまーす。よーし。危なかった。いやー、びっくりした。よし、これで、全部のね、タスクをこなすことができたので、まあ、なんとかね、生き延びることができました。結構被弾したし、危ないシーンもあったんですけど、だいぶ緊張感ある戦闘でしたね。いやー、なかなかビビったわ。経験値美味しいです。一回ね、全回収すると結構もらえるからね。よっしゃ、メニューに戻りましょう。いや、結構緊張感あるわ。結構ね、実況してる暇がないぐらい結構真剣にやっちゃいましたね。結構トラップ系が本当多いので、それに対してどうやって対応するかっていうのを、考えなくちゃいけないんですけど、まあ非常にいい戦闘ができたんじゃないかなと。お、いいね。ホットゾーンでのギアの働きも分かってきた。それを元に役立つものをデザインできたわ。ありがとうございます。で、メンバーの体力、エラがちょっと負傷したから次はちょっといけないですね。なので、そのあたりはうまく対応していきたいなと思います。はい、というわけでね、皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、次は警察署の侵入頑張っていきたいと思います。お疲れ様です。